さあついに来ましたね、鳥からバトル防衛側です。よろしくお願いします。この対戦をするために無駄な縄張りを3試合こなしてきました。なんかスマブラスペシャルの悪いところを受け継いじまって僕としてはしょんぼりだぞ。俺は鳥からバトルがしたいのはい、なんでやりたくねえ縄張りを何試合もやらなきゃいけないんだと思いながらも強く生きて頑張っていきますわよ。はい、捕まえた。よし、ほれほれほれ、翻弄していくぜ、エルフの剣士のごとく。さあ敵陣へぶっ込むのもいいんだが、よう、バリアを展開して一方的に、おっと防いだ、ナイス。さーてぬりぬりしますか。おいおい、へっへっへ。後ろだぜ。よし、取った。じゃあこっちは、向こうも全落ちしてますね。だったらこの間に塗りたくっておくぜ。おっと、バリア展開。残念、君は誘い込まれた。よし、ハイパーリスポーンキルタイム。高いところ取るぞ。よし、おっと、ステンコロリン。さすがに一旦帰った方がいいかな、これは。ステンコロリン。オッケー。うわー、やられたか。お、よしよしよし、どんどんトライしてんな中央。ついに確保されたか。オレンジどうにかしなきゃいけないな。止めねばならんな。緑は抑えてたんですがオレンジにやられてしまった。ともなれば、うわー、お、気をつけて、中央やられました。あ、深夜なのでテンション的にはかなり落ち着いています。もしねえとな、今回は。おっかねえですからね、試合展開。うわ、落ちた、くそー、思ったより高かったね。このままいくと塗りとしては勝ってるんで、状況的にはそこまで悪くなさそう。おっと、よし、オッケー。じゃあ敵陣行かせてもらえますか。ほう、よし、赤の人気づいてねえな。よし、裏取られて陣地が悲惨なことになってるんだぜ。今まんべんなくぶっ潰してやるよ。後ろから撃たれるぞ、気をつけろ。えっほえっほ。よし、これでもう赤には勝たせねえ。赤というか炎な、じっくり塗っているからよ。ふっ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 、防衛の勝利じゃ。オッケーと、まあ片方の敵陣に攻め込んでずっとキルとか塗ってやれば勝てんじゃねみたいな。ドスコーイ。よし、気持ちよく守りましたね。防衛側で勝つとなんかうまくコントロールできた感じがしていいよね。イエーイ、やっと来たぜ鳥からバトル。なんかめちゃくちゃくしゃみ出るんですけど、くしゃみ出るかもしれない、ごめんなさいね。よろしくお願いします。先ほどは攻めっ気マシマシでしたが、今回はちょっとシグナルの防衛にも力入れましょうか。シグナル取られるとめちゃくちゃしんどいんですよね。なので他の人も攻めっ気が強いかもしれない。なんとあってリスキルとかがトレンドになってましたからね。なのでまあ中央固めてからにしよう、やることやるのは。よいしょっと、まあ逆かな、やることをやってから。うい、おい、逃げ場ない。おっと、怖い怖い。戻ります。一番重要なのは中央ですからね。はい、残念。しっかり止めるぜ。でこういう壁とかもねしっかり塗っておいた方がいざって時使えるぜ。怖いな。よし、ありとあらゆる壁を塗っておく。 OK。 じゃあちょっとちょっかいかけちゃいますか。なぬ、
嫌なタイミングで。こっちのバリアも生やしたけど、おっとバッテリーが少なくなっているらしい。チャージしなければ。よし、はい、すぐチャージ。私もそう、日々環境が進化しているからね。なんとすぐに充電できちまうんだな。さて塗っていきましょうか。敵陣にちょっかいかけてやりてえけどな、その辺にいそうだしな。上からシャワーかけてやるのが今は一番の嫌がらせになるでしょう。コロリン、怖いよ。う、降りてくるぞ。一旦引こうか。安心安全の立ち回りで行け。え、お、死んだらいかんからな。ほんと人数差つけていかないとね。押し付けてけ。こっちは挟まれてんだからな。おっとバリア、オッケー、なぬ、くそー、縦横無尽に。さーて、そのよし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 、そろそろ頃合いですかね。よし、今緑が両方とも生きてるからこそと思ったけど、キル取っちゃったよ。おっと落ちちゃったよ。だったら適当にここら辺潰してすぐ戻りますか。フィールドは目まぐるしく変化する。よいしょっと。あが、ジャンプができねえ。何回落ちてんだろう。まあいいけどな、遠くに行きすぎないっていうのも大事ですから。つまり神が私に今日は飛び出すなと言ってるんですね。バリア、よし置いとく。コロリン、よう、よし、オッケー。しっかり守っ、あぶね、しっかり守り抜いたと思ったらギリギリでしたね。今回は守りきっての勝利。バリエーション豊かな勝利パターンをお見せしていくぜ。さて次のマッチングまで何分かかるんでしょうね。頑張ってきます。さあ3試合目だね。よろしくお願いします。行くぞ。今のところ勝ち続けている、素晴らしい。前回と比べていくつかステージ構成が変わっている分、守りやすくなってるっぽいですね。なんか鳥からに喜んでるのか、めちゃくちゃ声出てんな。よし、まあ、今しかできない体験ですからね。頑張っていきましょう。塗り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 、まずは場を作っていきましょうか。ほらよ、さーて、怖い怖い、一旦引こうか。あそこにめんどくさいのがいるのは分かってんだよね。よし、ここら辺も一体も壁も全部塗っておく。まずは壁塗っておきましょう。いざって時にすぐ動けるようにね。さーて、バリアで場を作っていきたいよね。ほらよ、お、おお、2つまとめて破壊しやがった。怖い怖い、ボム投げんな、中央に。礼儀がなってねえな。ほれほれほれ、悪いな、抜けがけさせてもらうぜ。追ってこい。おーい、よし来た。今回は攻めますか。不意打ち失礼。お、スピナー君ではな、この戦いきついだろ。相打ち取ってもいくぞ。オッケー、ぐいぐい押し込んでいきましょう。中途半端に接近を許すと面倒なのでね。さーて、赤ばっか構ってると緑が暴れ出すから気をつけないとね。よし、あっちから来てる。こっちから失礼するぜ。よう、オッケー、よう、おい、なに、おれバリアの中が安全とは限らないぜ。当たっちまった。ここにいることを教えちまったね。おっと、お、あれは止めねば。うーわー、バリアの中は安全とは限らない。僕も仕掛けようとしたんだよ。やっちまったな。他の人が結
構攻めてくれてるという感じがするので、私はここを絶対に守るぞ。今回はこっからは守りにシフトしていきます。コロリン、よし、 OK。 ではハイドラ君に絶望を与えよう。乗り込んじだったらもう勝ち目なくなりますからね。よしよしよし。ふぅ、防衛側の方が有利じゃない？今回そうでもないのかな。行くぜ、ドスゴーイ。圧勝ですね。味方も超強かったと思う。私2つしか表彰されてねえもん。さあ残り1回勝てば全勝で録画を終え、綺麗に終われるね。はい、頑張ります。やっと来たね、最終戦。よろしくお願いします。ステージは今回、チョウザメだけなんですね。鳥からはそういうことか。よし。では、勝ちましょう。ここまで録画するのに、まあ、1時間20分ほどかかったので、大変だったぜ。その分、映像で皆さんに楽しんでいただければ幸いでございます。どうせなら、それ以外の試合でも他の動画分録画すればよかったのにと。土星論を考えている方もいるかもしれないんですが、鳥からやりたいのに他のゲームやってるとなんかモチベーション的になんかこう違うそういうことよ。いい加減退場してくれませんかね。よパブロ君、ご退場願おうか。さーて今回はこのぐらいで許して差し上げましょう。スポンジで登るのはなしよ。おっと上から来ているこの辺、ふっあばよ。よし、おそらく後ろから追いかけてくるだろう。来なかった、正面かよ。さすがにそれはダメだぜ。よし、完璧に敵陣を潰してやり直しさせる。カニちゃんか、怖い。一旦引こうか。え、お登ろうとしてたよな。おっと、くそ、撃ち落とされたか。向こうも二人とも落ちてるからね、完全にこちらの防衛ムード漂っておりますとも。となるとこの辺汚い、この辺もちゃんと塗っておきましょう。万が一シグナル取られた時ね、この細かいところはすげえ重要になってくる。にしても今回はしっかりと壁とかも含めていろんなところが塗られていますね。頬も塗られているんだったら動きやすくてかなわんぜ。よし、さあほぼ 50% 近くこちらの陣地にしている。そろそろかな。お、とにかく中央を取ろうとしてるな。ほら、そんなに中央を取りてえんだったら、やあ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 、諦めな。よし、さーてパブロ君が正面から襲ってくるよ。いらっしゃいませ。嘘だろ、くそー、意外と傷を負ってたってのか。中央取られちまったし、その間にしかも緑か。だったら緑に気をつけねえとな。緑ぶっ潰すべ、トムコロ。おお、メガホンいってんのと、ミサイルも飛んでくるのと、あぶね、やば、いてて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 、潰します。緑の陣地潰します。オッケー、危なかったね。ですがこれは勝利でしょう。さすがに両サイドも残っていますし、こんだけあれば十分。どすこーい、ギリギリだったな。緑潰しといてよかった。シグナル取られると一気にきつくなるね。よし、では気持ちよく勝ったところで今回のフェスの戦いは以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。